大正橋は、広島県広島市の沿江側に架か,かる道路橋。広島市道七三家には千筋の橋であり、道路幅員11メートル。橋名の通り、大正時代からある橋であり、その後数度にわたり、掛け替えを行っている。上流に被爆橋梁の平洋橋、高人橋、下流に平和橋がある。北詰め交差点からまっすぐ行くと、 広島県道164号広島海田線に出る。右岸側に広島電鉄皆実線の軌道を少し行くと段原一丁目停留場にたどり着く。この橋から下流の平和橋の右岸側は貸し緑地として整備されている。付近にある慰霊碑はもともと発出所があった場所である。1930年頃の広島市。 円光川上流から3番目の橋が、大正橋。当時の2号国道は、円光橋筋つまり円光川最上流部の橋で、他より太い道で描かれている。駅やタバコ工場、宇品線、各市省、宇品港など、位置関係を参照のこと。米軍が作成した1945年の広島市地図。大所橋表記と当時の佳橋位置が確認できる。 そこから一つ、上流側の道が、現在の指導七三カニア線で、現在の架橋位置。1919年道路法が交付、これによりいわゆる対象国道が定められた。この中には、軍事用の路線整備も含まれ、翌1920年内無償国時代125号により、全国に26線の、いわゆる軍事国道が定められた。 日清戦争時広島大本営が設置されて、以降軍都として発展していく広島にも、国道徳18号が計画され、2号国道、工人町を起点と指道庁から、西蟹山町を経て南下し、遠古川をとか、大倉省タバコ製造所広島分工場の南東端をかすめ、宇品線の西側に沿って南下し、陸軍兵器首相及び、陸軍被服首相の前を通り、 終点は、軍用港である、宇品港に作るルートとなった。この沿港側に架か,かる、軍事国道筋の橋として計画されたのが、この対象橋である。1923年、鉄筋コンクリートをゲルバー桁橋として、現在より50メートル川下の位置に架橋した。後に沈めには、巡査派出所が、東沈めには、 日本面化宝石工場の地日本製工所、広島工場ができる。1945年8月6日広島市への原子爆弾投下の際には爆心地から2 0 3トルのところに位置した。爆風により降欄一部が破壊され川に落下、ちょうど渡っていた人も一緒に投げ出された。しかし落橋には免れたため、避難者は 市内から東へ逃げていった。正午頃になると、憲兵がこの橋に立ち、市内に入るものを制止していた。ただこの橋は、同年9月の枕崎台風による、水害により橋中央付近が流出してしまった。戦後、仮設の目標として復旧していたが、1958年に現在のものに掛け替えられた。翌1959年に南詰めに、 慰霊費が混流されている。1971年に歩道の拡幅を行っている。ありがとうございます。